星さん、アメリカ看護の皆さん、お久しぶりです。お元気ですか？私は4月の頭に日本に戻ってきて、今だいたい2ヶ月が経とうとしています。星さんにはアメリカへの留学準備中、また滞在中、大変お世話になりました。ありがとうございました。私は留学をする前にいくつもの留学斡旋会社とやり取りをしたんですが、その中で留学のサポートを星さんにお願いしたことは、今振り返っても本当にいい選択だったかなと思います。その理由としましては、まず一つ目に、星さんがいつもたくさんの情報を持っていて、それを隠すことなく私に伝えてくださったことと、あと二つ目に、カウンセリングの際にとても親身になって相談に乗ってくださったことです。私自身とても心配性なので、何か不安なことがあるとリカさんにメールを送って、すぐに面談の予約を入れてもらうようにしていました。定期的に星さんとのカウンセリングをすることで、あまり大きなストレスを抱えることなく楽しく生活を送ることができました。これは私の勝手なイメージですが、星さんはアメリカのお母さんというような存在で、本当に小さなことからいろいろと相談させていただきました。星さんはいつも私の性格ですとか、その時の状況、また私とパートナーの人生設計なども考えた上で、最善のアドバイスをいつもしてくださいました。また日本に戻るっていう選択をした時にも、もちろん星さんはアメリカへ残る道も残してくださいましたし、また日本へ戻ることのメリットデメリットも含めてたくさんアドバイスをしてくださり、その中で自分自身納得して日本に戻ってこれたのが、そのアメリカ生活後悔なく留学を終えることができた大きな要因になっているかと思います。今日本に戻ってきて思うことは、もちろん日本でもアメリカで培った英語力っていうのは生かす機会はたくさんあるんですが、アメリカで感じた文化の違いですとか雰囲気、また RN ライセンスの力を一番最大限発揮できるのはやはりアメリカしかないかなっていうことを感じております。なので、またもしチャンスがあれば、私自身アメリカに行きたいと思っているので、その時はサポートの方ぜひよろしくお願いします。私の今の目標としましては、せっかくアメリカで培った英語力をできるだけ落とさないように、日々英語の学習に励んでいきたいと思います。今すぐに会える距離に星さんとすぐ会える距離にいないのがとても寂しいですが、またお会いできる時を楽しみにしています。日本で説明会などある時にはぜひ声をかけていただいて、お会いできたらいいなと思っています。それではまたお会いできる日を楽しみにしています。失礼します。